ジョン・ローエル・マクラーレンは、アメリカ合衆国テキサス州ガルベストン出身の、元プロ野球選手、監督、ウト右ミギウチ。1970年の MLB ドラフト7巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。1976年まで、マイナーリーグで保守としてプレー。翌1977年から、トロント・ブルージェイズ参加のマイナーチームで、コーチ業を始める。 その後1986年からメジャーでコーチを務めるようになり、ブルージェイズを皮切りに多くの球団を渡り歩く。2006年のワールドベースボールクラシックではアメリカ代表チームの三塁コーチを務めた。二度目のシアトルマリナーズコーチ時代の2007年7月1日に辞任したマイク・ハーグローブの後を受け、監督に就任。2008年も監督を務めていたが、 開幕から25勝47敗と大きく負け越し6月19日に解雇され、その後、ジム・リグルマンベンチコーチが監督を務めた。2009年11月にはシントン・ナショナルズのベンチコーチとなり、2011年6月24日、ナショナルズの監督になっていたリグルマンが辞任した後、後任にデイブ・ジョンソンが決まるまで暫定的に3試合監督を務めた。 2016年から1年間はフィラデルフィアフィリーズでコーチを務めた。2017年から現在まで野球中国代表の監督を務めている。ありがとうございます。